玄海原子力発電所は佐賀県東松浦郡玄海町にある九州電力の原子力発電所である玄海原発とも呼称される本記事では以下玄海原発と呼称する玄海原発は九州電力で最大の発電所であり九州7県で使用される電力供給量の3割以上を発電する3号機は 日本初のプルサーマル発電を2009年から実施している。敷地面積は約87万平方メートル。見学、PR 施設として、玄海エネルギーパークが設置されている。玄海原子力発電所周辺の過去1年間の地震の震源分布と地殻変動1号機の諸星線4度が1993年に、 摂氏56度2009年には摂氏98度と上昇しており、専門家からは想定以上に老朽化が進んでおり、緊急冷却の際に原子炉圧力容器が破損する恐れがあると指摘されていた。なお、九州電力側は、諸精点温度を測定するための試験編を圧力容器より露心に近い場所に置いてあることから、 現在の諸星専用度は摂氏80度と推定している。この指摘を受け、古川康史佐賀県知事は、諸星専用度のデータ開示を要求し、岸本英雄限界町長は、廃炉の議論を今すぐにでも始めなければならないと述べた。2015年3月18日には、同年4月27日を廃止予定日として運転終了することを呼び、 電気事業法に基づき電気工作物変更の届出を行うことが発表され、2015年4月27日をもって電気事業法においては法的に廃炉となった。また、2015年12月22日には原子力規制委員会に廃止措置計画認可申請書が提出され、廃炉に向けた手続きが進められることとなった。 2011年3月11日の時点では、限界原発の1の4号機はそれぞれ以下の状態であった。3月11日に、福島第一原子力発電所事故が発生し、原発の安全性の問題が全国で注目を集めるようになった。国の原子力安全、保安院は、約3週間後の3月末に、緊急安全対策を核電力会社に指示した。 経済産業省はこの対策が講じられたことが確認できれば再稼働は可能との見解で海江田万里経済産業大臣は6月に原発の安全宣言を出し定期検査の予定の作業が終了した限界原発の再稼働のために佐賀県の古川康知事を訪ねたしかし全国の市民からの反対のほか事故の検証が未実施で安全基準が示されていないと して、13基の商用原発を抱える福井県などからも時期尚早との声が上がった。そこで政府はストレステストを導入し、一時評価で安全性を確認してから再稼働の是非を判断することとなった。また、運転再開への地元住民の疑問や不安を解消するために、経済産業省は佐賀県民向け説明会を開催した。この 説明会は、県民と学者、経済産業省の担当者が、佐賀市にある、ケーブルテレビの文文テレビのスタジオで、公開質疑をするという内容であったが、開催前に、九州電力担当者との会談で、古川康知事が、経済界には、再稼働を容認する意見があるが、表に出ない、こうした機会を利用して声を出すことも必要だと、発言し、担当者が、 再開賛成の意見を増やすことが必要との認識で一致した後、九州電力本社が関係会社の社員らに番組に対して再開賛成のメールを出すよう指示した世論偽装工作事件が起こされた。このやらせメール事件は国会質疑によって重大問題とみなされるようになり、第三者委員会が会社ぐるみでの指示があった事件だということを認める。 最終報告書を9月30日に提出した。これを受けて、海江田大臣の後継の江田の男経済、産業大臣は、九州電力の姿勢を批判し、原発再稼働への障害になるとの認識を示した。しかし、九州電力は、再稼働手続きを進め、2011年12月14日に2号機のストレステストの結果を原子力安全保安委に提出した。 2012年5月4日の時点で2号機は保安院によるストレステスト一時評価の審査中であり他の号機については九州電力はストレステストを提出していない2、3号機は福島原発事故後日本国内の原発再稼働の一番手と目されていたが現時点では再稼働予定は未定である2012年夏は 九州電力管内の玄海原発と川内原発は稼働しない予定だが、節電を実施すれば、猛暑でも、需要を超える供給力が確保できると、九州電力は計画を立てている。しかし、玄海町の岸本秀夫町長は現在でも、再稼働の必要性を強調している。また、東京新聞は、太平洋側でなく、運転年数が、 比較的少なく加圧水型原子炉である3、4号機は、この条件を満たす、他の原発とともに、政府が再稼働の候補にしそうである、と報じている。しかし、九州電力は、免震施設も、事故の時に弁当を迫られた際に放射性物質の放出を減少させるためのフィルターも、設置時期は未定といった回答しかしていない。2005年3月20日の福岡県。 西方沖地震の際、限海原発でも揺れを観測した。3号機補助建屋で震度4を観測し、3号機原子炉建屋の基礎部分では水平方向で85.0ガル、延直方向で54.2ガルの最大加速度を観測したが、被害はなかった。限海原発の所長や探し店長ら九州電力の幹部社員が、 古川康史佐賀県知事の政治団体に対し、2005年から2009年の5年間に、計49万5千円を寄付していたことが、判明している。同社幹部らは、個人献金であるとしているものの、事実上、個人献金の形を取りずつ、政治資金規正法によって禁じられている、企業献金が行われているとの指摘が出ており、原発絡みの献金ではないかとの意見もある。 玄海エネルギーパーク玄海原発1号機の建設工事が始まった2年後の1973年4月15日に九州電力は玄海原子力展示館を開館した。原子力発電の仕組みや原子炉の部品の模型などを展示した展示ホール、玄海原発や周辺の景色を一望できる展望台、研修会などを開催できる集会室といった設備がある。 九州に限らず、日本全国から幅広い年代の人々が訪問しており、累計来館者数は1991年に150万人に達した。展示館は2000年2月29日に閉館したが、最終的に約224万7000人が訪問している。2000年3月には展示館の後継となる、玄海エネルギーパークが開館し、こちらにも、 年間約30万人が訪問している。館内には実物大の原子炉模型が展示されているほか、原子力や原子力発電について学べるサイエンス館、佐賀県や九州の伝統工芸、芸能を紹介する九州ふるさと館、原発の排熱を利用した干渉用温室などの設備がある。累計来館者数は2006年5月に200万人を超えた。 見学の所要時間の目安は、玄海エネルギーパークのみが約70分、玄海エネルギーパークと玄海原発では約2時間とされている。ありがとうございます。